こんにちは。こんにちは。小原です。イッサです。小原田博美です。イルカの時間です。その大きな声出してなんで元気いいの今日。そう？うん。うん、いつもの倍ぐらいはこの大きいの昨日夜中にラグ見てハイになってんじゃない、うん、前ね、前のね古いの聞いたんだよ、うん、そしたらね声がちっちゃいの、うんうん、なんとか照れくさそうに恥ずかそうにやってるからさ。前のっていつ頃の話？あの1年前か、あの出るじゃん、あのフェイスブックにさ、うんうんうん、1年前のどのとか2年前のどのってね、うんうんうん、それだからさ、うんうん、いつ頃これ一緒に言い始めたのか忘れたけどさ。いや僕だいぶないけど、だって初めなんだっけ、ね、ケロケロ、あのケロロなんだっけ。ああ、なんか違う。そうそうそう。あの、YouTube に上がったからな。だから別なのに上げてたんだけど。あれアップできないながらかな。うん、だから途中から YouTube に変えたんだ。うん、それでももうかなりになってる。うん、そうだね、うん。だからまあ、それを聞いてみてさ。うん。うん、声がちっちゃいからさ。うん、お聞きしたの。ああ、やっぱ元気ないといけないなって。そう、いいじゃない。うん、いいじゃない。そう、うん。うん。で、まあ、あなたは、昨日は。そうですね、なんか盛りだくさんな、なんかすごい一日でした ね。よかったね、うんうん、まず多摩プラザに行きまして、うん、あの国学院大学の、うん、柴田先生のね、うん、あの指筆談、まあ、解除付きコミュニケーションっていうのか、うん、それにちょっとそう、ね、解除ね解除付き、うんうん、あの京都行ってきたんだけど、うん、でね、まず面白かったのが多摩プラザに降りた時にさ、大体多摩国学院行く時ってさ、あなたと一緒なん、うん、昨日あなた行けなかったじゃん、うん、で京都行ったんだけどさ、なんとなんと私が降りた方のさ、うん、逆側だったのよ。分かる、なんだろう、改札を背にして右に行くか左に行くかで、なんか当たり前のようにスーッと行っちゃってさ、うん、えっと思ったら、それはやっぱりの、うん、あの萩原先生のイハートオブクリニックに行く時にはあっち側なのよ、うん、あ、そうだね、国学院と逆なんだよ、うんうん、でワッと降りた時に、うん、あ、面白いなと思って、うんうん、なんか萩原先生に呼ばれてんのかなって勝手に思ったりしてさ、大体あんたは逆行くからな。そうなんだよね、ないかに私のこの空間認知能力っていうかさ、う、俺今日も行ったことあるんだよ、国学院は。いや、だから私の方がさ早いのよ、歩き方が。あ、基本はゆっくりしてるからな。だから私がスタスタ行って、うん、しかもよくみんなに言われるけどさ、すごい自信を持っていくじゃん、うん、迷ってどうかなっていう感じじゃなくて、うん、もうこっちだみたいな、ついてこいみたいなさ、うん、多分そういうオーラを出してんだよ、うん、そうだよ今日も黙ってついてきて、 あ、 そうだよ、あれれれれって話になって、うん、そう、うん、でそこでまあね、うん、近代を行ってきました、久々に、ね、はい、久々だよな、あの年に2回やってんの、あれ。いや、もっとやってるのが、もっとやってるの、1月だって言ったから、うん、たまたまほら間が空いちゃったりとかさ。あ、そう、うん、私柴田先生だと忙しいもん今、ね、そうだな、うん、でまあね、あのいわゆる指筆談っつってね、そうそう、障害者の方、うん、言葉が出ないような人ね、うん、そういう人の手を取って、うん、まあ文字を書いたり、うん、まあ、なんかのこう信号読み取ったりするみたいなね、うんうん、昨日はあのこう文字盤を使ってのね、うん、あの発言をしている人も、あ、そう、文字盤もあったな、うんうんうん、でこうパソコン使ったりもするしな、そう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 、まあ、あのいろんな方法があってさ、うん、コミュニケーションを取ろうということでね、うん、まあ、ご家族の方たちが、うん、自分たちのやりやすいものを勉強して ね、で今までは全くコミュニケーション取れなかった、うん、まあ、本当にこうアイコンタクトとかさ、うんうん、ね、表情ぐらいしか、うん、だったのがね、うん、まあ、言葉としてキャッチできるようなね、うん、そういう風なあれなんだよね、うん、流れなんだよね、うんうん、昨日はね、だからの途中から、うん、まあ、あの言葉が出なくなった人だって、ね、うん、交通事故だったりとか、うん、いろんなさまざまな事故だよね、うん、それで、まあ、要は麻痺、うん、四肢麻痺というかさ、うん、になって声が出なくなったとかっていう、うん、そういう方のね、うん、その方は今俳句をやってらっしゃるんだけども、あ、なんか ね、うん、やっぱり胸に刺さるものというかさ、うんうん、グッとくるものがあったな、すごく、まあ、まるっきりこう考え方が変わったっていうか、生き方が変わったっていうか、うん、まあ、それは当然なんだよね、うん、今まで自由に動けたものが動けなくなるとそれはすごいことだし、うん、でもその方の中で思考もそうだろうし、うん、感情もそうだろうし、もうガラリと変わったものがある、うん、だからそれがね、まあ、お父様も言ってたんだけども、元はもうバリバリの理系だったのに、うん、こうしてこう俳句を読むようになったりしてなんておっしゃってたんだけども、でも本来さ両方持ってるもんなんだよね、うん、
ただ体が動くときにはその理系の部分が全部に出ていて、うん、今不自由になったときにはそちらではなく文系の部分が出てるみたいなさ、うんうん、多分全くないものがこう生まれるっていうよりもあったものがこう大事にこう、うんね、不自由になってからまあ何年間か指筆座に出会うまでの間さ、うん、こうずっと芽生えてきたのかな育ててきたのかななんていうのを、うんなんかこう拝見してて思ったね、うんうん、彼女は多分そういうことをずっと育てて不自由になってからいろんなことがあったけどもそちらの方の才能をさこうゆっくりゆっくり育てていったのかななんてそんなことちょっと思ったりしたね。そうだよね。だからまあ不自由になればさ、うん、特に途中からっていうのはさ、うんまあ、すごいあれだと思うよあのショックだろうしさ。そうだね。なあ言葉、うん、だからもう落ち込むっていうか、うん、もう本当にもう自分はおしまいだって、ねうん、自分の人生おしまいだって、うん、そういうことになるじゃんな、うん、だけどもそこでさ、うん、どうやってこう立ち直ってくるか多分俳句を作ろうってさ、うん、なかなかさ思えることでもないしね、うんうん、そういう風になってきたその過程ってのはすごいよね。いやすごいと思う、うん、そこで家族なんかのさ、うん、やっぱり理解とかね応援とかあるだろうし、うん、でヘルパーさんが指引きさできるっていうのはこういうこともねすごいよね、うんうん、昨日の発表その中にはね例えば家族はそんなにできないんだけど、うん、来てくれるこうヘルパーさんができるとかね、うん、でもこれは多分ねほら、まあ、柴田先生もそうだけどもあのゆうさんもね昨日のお手伝いしてら、うん、ご家族でお手伝いしてらっしゃったけども、うん、こう地道にコツコツとさ、うん、勉強したいっていう方にさこう教えてきた多分その一つのさ現れだと思うんだよね。そうそうだからさ日本全国にこういうことができる人が増えてきたっていうのは、うん、さどうしてもさ、うんその本当なのか嘘なのかっていうさ、うんねまあ、あの通訳する側のね読み取る側の思い込みじゃないかっていうのもあるだろうし、うん、いろいろあると思うんだけどだから皆さん迷いながら葛藤しながらさこれで本当にいいんだろうかって、ねうん、そうだけどさ家族のコミュニケーションだからなそうね基本はねそんな、うん、そのなんていうの絶対的に正しいとかそういう必要が果たして言葉を使える人たちは、うんね、どうなんだって言ったってさ、うん、なんか なんとなく喋ってなんとなく聞いて、うんねうん、あの右から左みたいなのもあるしさそう、ね、生返事したりとかね、うんうん、伝わったことがあったりさ、うんね、子供がお母さんにさ、うん、あのねお母さんねちょっと忙しいからってそのまま忘れてることもあるだろうしさ、うんねそういうものなんだよねコミュニケーションってさ、うん、そんなそれが正しいかどうかじゃあ自分が今喋ってることが、うん、自分の本当の心の内を喋ってるかって言えばさ、うんうん、そういうこともないじゃん実はね思い分かってそれを忖度じゃないけどさ本当はこう思ってるけれどもうん、やっぱりこれはさ潜在意識的に言っても期待相手が期待する自分を演じるというのがあるわけよ、うん、そうですね、そう人間の本質としてだから人前に出ればさ、うんね、なんかそこで受けるようなことを言おうとしたり、うんね、なんか辛い思いの中でさ、うん、なんかギャグを言って人を笑わすこともしたりするわけじゃん、うん、自虐的になってみたりとかねだからさそういうものなわけじゃん表に出てくるものっていうのはね、うんうんうん、でその中でさでも本当にもう喋れない、うん、もう伝わらないとコミュニケーションできないという思われたね子供なり家族がさ、うん、こうその指筆談によってさ、うん、何かを伝えてくれるというそれだけのことでさ、うん、嬉しいし、うん、それがやっぱり意思がきちんとあるんだよっていうことだよね、うんうん、だねでその当事者の方が言うにはこの自分のねこの指の動きを、うん、もう長い時間かけてゆっくりゆっくり一文字一文字、うん、読み取ってくださるってことが何とも言えず幸せだっていうわけそうだよ、ね、向き合ってくれてるっていうそ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 れはそうだよ自分に関心持ってくれる、うん、ねこれはよく言うけど例えばお花だってさ、うん動物さんだって、うん、本当にこう言葉かけてくれると嬉しそうにするもの ね, そうね、うん、花の咲き方が変わったりするしそれから木村さんなんかはさ、うん、作物にさ声かけて育ててるんだからね、うん、見事に一歩一歩に話してくってねそう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 、うん、だそれと同じでさ、うん人間対人間だったらもっと伝わるよそうだねなだからそういうことでさ、うん、やっぱりこう相手の思いを聞こうとする姿勢、うん、聞かせてほしい、うん、それはねやっぱりすごいこう、うん、癒しというかさ、うん、ねその人をこう救うことにもなっていくからねそうだね、うん、昨日本当に発表された方すごい問題意識を持ってさ、うん、養護学校時代、うん、本当に勉強できなかったと、うん、大学行きたかったのに単位がなくて行けなかったっていう、うん、そういった方もいたしね、うん、やっぱりなんだろうそういう言葉にさ耳を傾けないとさいけないんじゃないかなと思うわけそうそうだからまあね本当に幸いにもうちの気泡がね、うん、そういう、非常に聞き取る能力が高いと、うんねうん、だからそういう風なものがあるからさ、うん、これはねやっぱり生かすべきだと思うんだよ ね, そうだ
ね。幸いにも、うん、その他にこう特立すべき能力があるわけじゃないから神様がじゃあこれに、うん、これを使いなさいって言ってるのかもしれない、うん、いやでも本人も全部削いできた、うん、削ぎ落としてきたんだって言ってるしね、うんうん、だから本当にそういうもうこれでいくっていう一つのね、うん、ものをね、うん、やっぱり持って生まれてきた子だなって俺思うわけよ、うんうん、大事にしなきゃいけないですね。そうそう、うんね、昨日はすごかった。よかったね、うんうん、すごかったです。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。